ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速あれか、あっこでうろうろしてる監督のところに行けばいいのか。え、何このミニチュア、なんかめっちゃウルトラマンになった気分。え、だってと、え、おかしくない、バランス。何、なんでこ、え、こんなとこで撮影って、何の撮影、ほんとヒーロー、よーい、アクション。ほら車通りよるし、なんかウルトラマンか何かの撮影ですか。え、怪獣来たんやない、怪獣。うーわ、ほら来た。ほら来た。何これ、ちょっと戦えってこと、ただの撮影。え、やっぱ戦わされるんすか。やっぱ戦わされるんすか。あ、戦わされそう。ん、中に入ってるのお化けや。中に入ってるのお化けや。めっちゃわかりやすい。どうすればいいんやろう。こっち、痛い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 。こう回って、痛い。やめてよ。え、建物燃えてる。え、なに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 、なんか、は、なんか入ってきたよ、こいつ。え、なになに、どうすればいいの、あれ。え、やめてやめてやめて。ちょちょちょ、ちょー、待って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 。え、なに、どうすればいいの、あれ。え、引きつけて。さあ君、怪獣が吐き出したもう奴に向かって吹き返してくれた。あ、そういうこと。なるほど。なんかもう、もうあの、街めっちゃくちゃやけどいいかな。吹き返し、これやね。来いや来いや。吹き返したるから来いや。いーく。いけるかいけるか。おー、すげえ。いいぞ君、その調子だ。監督の声めっちゃ入ってると思う。来る？来るの？なんかちょっとダメージ受けとるね。なに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 ？え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 ？今の吹き返せなかったんですけど。うえ、なに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 ？ちょ。ちょ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 。あっちへ行け、あっちへ。え、めっちゃ来る、めっちゃ来る、めっちゃ来る。ちょっと待って。あの、グーイージ、グーイージ、グーイージ、助けて。これ。よ、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、方向方向、あ、あ、吹き飛ばされた。待って、そこのハート、てかめっちゃ素早く動けるな、ここ。いいよ、めっちゃハート出てくるやん。君、もっとこうパワーを感じさせてくれ。吹き返す力が2倍ぐらい欲しいね。分かってるよ。だからグイージを出したんじゃねえかな。痛い、めっちゃダメージ受けるけど。でもハートもめっちゃ出てくる。ちょ待って、一人だけではいい芝居ならできないぞ。さあ迷惑役を今すぐ呼ぶんだよ。ちょ待って、痛い。え、待って、ハート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 、いて、う、あれは吹き返せないやつってことか。なんかスピード速いし。そう、くるくるくる。んで、はい、これでいけるか。おー、やったやん。いいぞ君たち、これは名作の予感だ。で、待って、そこのハート拾いに行くわ私。え、なに、グイージどうなった、潰された。とりあえず回復はできたけいいけど。いやー、これには当たってはいけない。そしてハート、あ、痛い。もうなんか、もうなんか何のために戦っとるってぐらい街がめっちゃくちゃなんですけど。あー、恐ろしい。多分もうめっちゃすごい数の人たちが亡くなっていると思われる。あ、来る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 。よし、ここでプラス、いけ。なんか背後にハートが落ちんかったか今。お、押し戻せ押し戻せ。全然押し戻せんやん、大丈夫これ。え、いけてます。ちょ、もうちょい、
ほら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 、あ、いける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 、いけ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 、当たれ当たれ。ちょっと待って、さあ今こそスタイル階段を駆け上がるのだ。何 A、 はい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 、何これ何これ、なんかもう別のゲームなんですけど。やった、やっつけた。あ、出てきた中身中身出てきた。アート、これこそアートだ。痛い、なんか普通に攻撃される。ちょっと待って、どこ行った、あいつどこ行った、あ、おる。よっしゃ、遠い。もうあとは普通にやっつければいいだけだね。オッケー。ちょっとそこのカーッと、お、よかったのあれで、あのハートを拾わせてくれないかな。いい作品ができた。何、あ、くれるボタン、やった、ありがとう。これが9回か。ちゃんと渡せよ、おい。まあなんか満足げでよかったよ。ご機嫌だね。監督部屋？ I'm a star! I'm a star! やったやった。んで、なんか監督部屋に行ったけど、追いかけて行った方がよろしいのかしら。監督、ここか。何やってんの？あと少しで私のアートがついに完成だ。頼むから邪魔をしないでくれ。編集中なのだよ。それ編集中なんや、すげえ。じゃあもう私は、あ、ハートが出てきた。イエーイ、もらってくね。じゃあいろいろと機材めちゃくちゃになったけど大丈夫かな。あ、ハートハートハート、やったー。あ、満タンや、これで。じゃあ行きますか。よいしょ。どうやらこの階の用事は済ませたみたいなので、エレベーターへ。よし、これで9階へ。いける。いいね。なに、だ、え、あの猫、あのおばさんとこの猫やないん違う？え、なに、持ってかれる。あー、飲み込んだ。ちょっと、いや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 、なになに、どこへ、え、どこ行った？え、待って、どこ行ったの？あ、いる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 。ちょ、待って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 。あ、こん中入ってった？ん？どこ行った？え、どこ行ったの？お化け猫を見失って探していると博士から連絡が。お化け猫を見失ったのかね、ルイージ君。こんな時はダークライトじゃよ。ダークライト。あ、足跡が見える。お化けの中に跡を追ったところに跡を残す奴がおる。ダークライトで辺りを照らしてみるんじゃ。あ、ここに行っとる。しかもテレビから移動したんや、ちゃんと。あ、なんかお化けおるよ。掃除しよる。何、戦闘なの？やめてよ。あ、あっちにもなんかちっこいのいっぱいおるんやけど。かわいい。よっ。はい。おー、また出てきた。ちょ、なんかいろいろ出てきたって。ちょい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 。やめてー。なんかいっぱい出てきたよ。やめてやめてやめて。君はいけるんだね。よっしゃ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 。じゃあこいつで、はい、殴る殴る。はい、で君もいけるね。よいしょー。はい、殴りつけで君ももういける。てかお化け猫どこ行ったの。よいしょー。
ふう。猫は。お化け猫はお化け猫。あれかな、ルイージが連れてるのがお化けんやけん、それに対抗してのお化け猫ってことなんかな。ん？どこ？もしかして建物の中入れるんこれ。ハリボテじゃないんや。え、出た出た出た。待ってよ、おい。おい。何やってんの？めっちゃからかわれとるよね。またそのベンチの下か。おい。何？どこ行ったの？何？どうするの？どこへ行ったんすかそれ？この中？ああ、もうまた出てった。そう、お金結構貯まったね。めっちゃやん。どんだけだよ。おい、金をかき集めていく。このベンチなくせばいいんじゃない？そんなことできんのかな。とりあえずさ、ほら出てきたよ。お、捕まえれた。なに、でかくなった。なになに、怖い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 。誰お前、なんなの？え、なに、めっちゃ怖いんだけど、どうした？お、降りておいで。あ、ここから登っていけるってことか。ちょ、待ってて。こんな、のんびりのんびり行きよったら絶対逃げられる気がするけど。あれ？ちょ、待って、どう？ここか。どうすればいいんだ、あれは。お化け猫を引きつけて焦らずチャンスを待つんじゃ。奴に隙ができた瞬間を狙ってストロボじゃよ。お化け猫、お化け猫やーい、おーい、よっ。どう引きつければいいんだ、全くわからねえんだけども。下におったらいいんかな。よいしょ。どうやってお化け猫引きつけるんすか。その引きつける方法を教えてくれよ。は、来いよこっち。来いよこっち。何回か攻撃しよったらこっちにやってくるってことかな。あの小山博士すごくうるさい。おいでこっちへ。ほらほらおいでよ。全然ダメじゃねえか。来いよ来いよ。私がどっかに行こうとしたりとか、なんか興味なさげな感じにしとったらやってくるんかな。あー、上に上がってしまった。でもなんかしばらくうろうろしよったりとか、何もしてなかったら来るような気がする。来いよ来いよ。はっ、くそ。隙ができる瞬間とはいつなんだろうか。やっぱ隙を狙うためには、ちょ、うるさいよ。隙を狙うためには一人じゃちょっと難しいよね。グイージとか登場させた方がいいんかな。どうだ、ほらルイージはそこにいるぞ。逆の方がいいんかな。よいしょ。さあ来いよ来いよ。どっちの方がいいんだかがちょっとよくわからねえ。んー、違うのか。とりあえずほら、ルイージはそこにいるよ。攻撃をしに降りてきてもよろしくってよ。なんだ、来ないのか。あ、これで
くっそおお、なんかさっきよりも降りてくれる頻度が上がったんじゃないの。なるほど、ルイージが背中を向けとったら結構降りてくるってこと。でもストロボ焚いてもなんかな、いた。降りてこさせる方法は分かっても隙がどのタイミングか分からず、いろいろ試していると。隙を見せた瞬間なんよね。どの瞬間が隙を見せてるのかが、これかこれか。ルイージが吹き飛ばされて、ちょ待って、これで多分またルイージが背中を向けておったらほらやってくるんよ。グイージの姿こいつ見えてないのか。これや、いける。なるほどね、よっしゃー、いいぞいいぞいいぞ。あれ吸い込めない、な、なに尻尾、君尻尾一本なくなったけど大丈夫え、尻尾一本なくなったけど大丈夫かい。え、てかボタン取り返せてないよ、どうすんのそれ。あ、ちょい、おい、なに、え、なんか、おい降りてこいよ。めっちゃ遊ばれてない？超遊ばれてない？おいこら、なんか降りてくる気配全くないよね。あ、これ待って、じゃこれ上がれるんじゃない、これで。ほら、あ、待って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 、これずっとやっとく必要があるってことってことはこれで、はい、ルイージに切り替える。あ、落ちた。ちょっとちょっと、あ、でもこれ、あ、ちょっと待って、ちょ待ってね、よいしょ。でもこれでとりあえずいけるってことは分かったね。よし、はい、回します回します。ここで待ち構えといた方がいいかな。は、怖い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 、え、なに、下の階に行った、もしかして。あれ多分下の階に行ったよね。え、ってことは7階、7階に行くの。1個だけし、え、1個下に行っただけかどうかちょっとよくわからんけど。にゃー、なに、ちょびっくりなんですけど、やめてよ。君はこれでしょう、確実に。よいしょー、はい。え、なに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 、どうした、大丈夫か。え、何事、何やってんの。はい、よいしょ。え、な、なんなの君、大丈夫、痛い痛い痛い、せっかく人が心配してあげたというのに。てい、ね、なんか君倒れるしかないんだけど、何、どうしたの、どう倒すのこいつ。引っ張っては倒しているうちに倒せるんじゃないかと考え、執拗に繰り返しているが、倒せる気配もなく、ようやく違う方法なんじゃないかと思い始めた。何なんだこいつ、てい、マジで何もできない。あ、なんかできる、何、あ、なるほど、中身だけを取り出すってこと。あ、そっか、そういえばこいつの中に何かが入って動き出したんやっけ。そういうことか。んで7階に行けばよろしいと、そういうことなんでしょうか。よし、ということで
じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかね、結構苦労して9階のボタンを手に入れたと思ったのに、9階のボタン奪われてそのまんまっていう。早くちょっとお化け猫を捕まえんと